こんにちは、バンラーレ八戸26番奥山陸です。今日は、僕の趣味が料理ということで、リクエストに答えてみたいと思います。じゃあ早速見てみたいと思います。リクエストが、大切な人に贈る料理ということで、そうですね、一応僕の趣味が、お菓子作りということでチーズケーキを作りたいと思います。あとは、寒い季節になってきたのでシチュー作りたいと思います。まずはチーズケーキの、材料の説明をしたいと思います。今回チーズケーキで使うのは、クリームチーズと卵2つ、あとは生クリーム、あとレモン汁 と、砂糖ですね。あと下の方にこれ分かりづらいんですけど、あの薄力粉の方も入ってます。この材料を使ってチーズケーキを作りたいと思います。まずはチーズケーキをボウルに入れます。で、生クリームをこれ 200g なんですけど全部入れちゃいます。で、卵も2個ですね、入れちゃいます。そしたら泡立て器で混ぜます。それでいい感じに溶けてきたので、次は、砂糖と薄力粉です。入れます。で、入れてまた混ぜます。あとこれは、入れても入れなくてもいいんですけど、レモン汁を、自分のお好みで、僕はだいたい 2、3 周ぐらいさせて、で、そのまま混ぜます。またシリコン製の型に流してそのまま焼きます。うまく入れれるかな。ちょっと待ってください。電子レンジで、オーブンで180度に設定して、だいたい40分から45分の間、はい、これで焼き上がったら完成です。続いては、チーズケーキを焼いている間に、シチューを作りたいと思います。材料の説明からしたいと思います。まずは牛乳、生クリーム、あと粉チーズ、これはお好みで、パセリ、シチューの粉元、あと人参と玉ねぎと、あと今回は鶏肉とか使ってる人が多いと思うんですけど、僕はベーコンで作りたいと思います。あとは冷凍のブロッコリーです。これは茹でるのを省くために僕は冷凍を使っています。これを使ってシチューを作っていきたいと思います。今回は一応4人分で作りたいと思います。で、最初は人参で、切り方は多分お好みであると思うんですけど、食べやすい大きさで切っていただければいいと思います。で、次は玉ねぎ、玉ねぎも量は多分お好みあると思うんで、僕は大体半分使ってます。温まったら油を入れます。ベーコン炒めます。食べたら玉ねぎを入れます。これで玉ねぎが透明になるまで炒めます。500g のお湯を張ります。この際に人参も入れます。冷凍のブロッコリーを、お好みでさーっと入れていただいて、約20分ぐらい煮込みます。
チューを煮込んでいるんですが、多分そろそろチーズケーキの方が出来上がったと思うので見てみたいと思います。チーズケーキは完成です。あと冷蔵庫とか冷凍庫で冷やして食べていただければいいと思います。はい、火を弱めてシチューの素を入れていきます。僕はガサツなのでそのまま入れちゃいます。はい、シチューの素も溶けたので次は、牛乳を入れていきたいと思います。量は、人好みなんですけど、ざーっと入れていただいて、僕の隠し味というか、僕はいつもこれを入れてるんですが、生クリームを少し入れます。大体一周させるぐらい。これ入れるとちょっとまろやかになります。あともう一つ、粉チーズを少し入れて、さーっとまぶす程度ですね。混ぜていきます。はい、あとはもう一煮立ちさせて完成です。一煮立ちしてきたので一応これで完成です。味見してみたいと思います。いい感じです。はい、シチューの完成です。作り方はバンラーレ TV で。さすが。ありがとうございます。あまりの好きです。チーズケーキ本当好きなんですよ。やっぱりそう思ったんですよ。よく知ってるなと思って。やっぱりよく見てんですよ。チーズケーキ食べたこともないのに。見たことない。なんで知ってんだろう。これ砂糖減らすと。チーズが2015シーズン報告会並びに JFL チャンピオンシップの決起会にご参加いただきましてありがとうございます。そして来年我々が目指す夢のステージへ上がることもできたらなと思ってますので、ここ2試合で成長して来年力強いサッカーをより見せたいなと思いますので、来年もぜひ熱いご声援よろしくお願いします。この1年間戦ってこれたのは皆さんの協力があってあったからこそだと思います。あと2試合大事な試合が残っているのでぜひ見守ってください。素晴らしい結果を出していきたいなというか、ありがたいなと思います。乾杯。ありがとうございます。今年就任しまして、ファ
ストから結果が出たというのは自分もちょっと驚きのところがありますけど、まあ、選手の頑張りや熱いサポーター、スポンサーのこう熱さを感じれば、ファーストがやはり取れたのはやはり、まあ、必然なのかなと思ってます。ただ、セカンドの方は自分たちのサッカーがなかなかできなかったのと結果が出なかったっていうのは、まあ、本当残念な試合が多かったので、まあ、ここはまだまだ力不足かなと思ってますので、これからレベルを上げて、チャンピオンシップでより成長し、また来季に向かってのトレーニングでより成長して、2016年はよりこういいシーズンにしていきたいなと思っています。どうぞスクリーンの方をご覧ください。時ほど自分たちの姿が見えてしまったシーズンだったので、まあ、これを生かして来シーズンにつなげていければいいかなと思います。1年間応援ありがとうございました。あと2試合チャンピオンシップが残っているので、ぜひ熱い応援お願いします。どうぞ3 2 1 1 2 8 4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 